NPO 団団カフェの稲垣です。今日は5月の旧市場前にフラワーロードを設置するということでボランティアの皆さんにお手伝いに来ていただいてます。ソーラーライトで街灯を少し灯しながら花の彩りを街に添えてということで、東京からたくさんの方がお手伝いに来てくださいました。5月の街に来た時には皆さんメッセージボードにメッセージを書いていただいているので、ぜひそちらをご覧ください。でまだまだボランティアも募集してます。ぜひ5月の街の復興に向けて一緒に汗を流しましょう。よろしくお願いします。あとは5月の小学校のグラウンドに残っている桜の木から新芽が出ているので、その新芽を子どもたちと一緒に守っていこうというので、今その塩分濃度を測ってもらったりとかして、土壌をどういうふうにやっていたら冬を越せるのかとか、その辺を今一生懸命やっているところです。一緒に、小学校のグラウンドに花壇を少し設置していけるようなボランティアの方も募集していきますので、よろしくお願いします。